い、どうも、テレキャスでございます。さあ、今回はムービーモンスターシリーズより、シン・ウルトラマン、ネロンガ、クリアバージョン、シン・ウルトラマン、ガボナ、ヒレットジバージョン、こちらご紹介していきたいと思います。はい、ということで、シン・ウルトラマンより、登場いたします。シン・ネロンガ、シン・ガボナと呼称しておきましょう。カッコ仮。こちらの装備人形がプレミアバンダイで限定で発売されました。まずはこちら、ネロンガでございます。じゃじゃんと、一般販売で、ムービーモンスターシリーズ、ネロンガ発売されているんですけれども、こちらは、クリアカラーバージョンでございます。透明怪獣ということで、その名の通り透明になる能力があるんですけれども、そちらがですね、シン・ウルトラマンのネロンガでももちろん使えるということで、予告編でね、一瞬映ってましたよね。こんな感じのパッケージとなっておりまして、全体的にこう赤い、ちょっとネロンガもシルエットっぽくなっていて、すごいね、かっこいいですね。箱からね、高級感があるデザインで、とってもね、かっこいいですね。ムービーモンスターシリーズシン・ウルトラマン早く見たい早く見たいよ、シン・ウルトラマン、シン・ウルトラマン、とりあえず特報2が見たいよ。上面がこんな感じで、すごくシンプルにネロンガという文字だけ。横側、反対側、後ろ側。それでは中身を見ていきましょう。はい、じゃじゃんと、こちらがシン・ネロンガでございます。わかりやすく、シン・ネロンガと本当に呼称させてください。じゃじゃーんと、こんな感じで、一般販売されているムービーモンスターシリーズネロンガと同じ金型なんですけれども、成形色が赤ガラリと変わってクリア成形となっております。で、ムービーモンスターシリーズなんですけれども、まあでも値段がね、なかなかねしますから、すごいね、造形がいいんですよね。じゃじゃんとこんな感じで、まあクリアということで、ちょっとね、中の造形が若干分かりにくい部分もありますけれども、この爪の鋭さなんかは逆にクリアだからこそものすごい強調されてる感じがして、すごいかっこいいですね。しかもクリアだからとっても綺麗、なんか結晶みたいすごい結晶みたい、綺麗。こんな感じで全体的にホワイトのクリアで再現されております。塗装とかは特になさそうですね。めちゃくちゃでかい、どっしりとしたこの体型がね、フォルムがね、再現されてるっていうことはちょっとおかしいな。だってよくわかんないと思う予告編で 1,2 秒見たぐらいだからわかんないんだけど、まあでもね、めちゃくちゃかっこいいよね。あの予告編の 1,2 秒だけですごいかっこよかったから、本編だともっとかっこいいのかななんてね、期待しちゃいますけれども、もちろんね、こう透明能力があるっていうのはワクワクしますよね。まあネロンガでね、透明能力がないっていうのは逆に不自然な感じがしますけれども、やっぱあるんだな、おおおおおみたいなね、いいっすよね。しかもネロンガっていうチョイスがね、なかなか、やっぱり一番最初に出る予告と言ったらば、ね、人気怪獣をぶっ込んできそうじゃないですか。まあ、バルタン星人だったり、ゼットンだったりとかさ、すごいね、その辺の誰でも知ってるみたいなところをぶっ込んできそうだけど、あえてネロンガとガバロっていうところが、うわ、めっちゃええやんってね、なりそうですよね。まあ、ただネロンガとガバロで終わるとは思ってないですけどね。本当に早く見たい。本当に早く見たい。あー、もう喋った。もうなんかもう喋ってたらなんかもううずいてきちゃう。うわーって、ね、うるさいですね。ごめんなさい。本当にこの肌の質感がすごいですね。こう光を当てるとなおのこと、このネロンガの肌の質感がこう細かく再現されてるんだなっていうのが、伝わってきて、すごいですね。いいなぁ。まあ、塗装とかはね、ないので、そこまでこう何か語るようなことはないんですけれども、一般販売されてました、ムービーモンスターシリーズのネロンガ。じゃじゃんと、こんな感じで、まず一般販売のムービーモンスターシリーズのネロンガとガホダを、紹介していないっていうところが問題なんですけれども、公開日が決まったら紹介しようかな。やっぱり、まあ、色がね、もちろんありますと、まあ、存在感とか、まあ、むしろ透明だから、存在感があっちゃいけないんだよ。だからね、これがもちろん正解なんですけど、まあ、塗装された方が、まあ、もちろんね、すごい、かっこよさみたいな、ヒロイックさはありますけれども、まあ、ネロンガと言ったらば、透明ですから、こういうところがね、再現されてるっていうのはね、すごくいいんじゃないでしょうか。まあ、シンゴジラとかもそうだったけど、公開されてから、いろんなおもちゃがね、たくさんドバッと出て、うわぁ、もうめっちゃ辛いよ、でも楽しいよ、みたいな感じになるかと思ってたら、まさか公開前にも2体揃っちゃうっていうね。まあ、でもね、バンダイさんのことですから、きっとね、公開したら、中塗装バージョンとか、あといっぱいね、出すん、SH フィギュア2みたいなね、出すんじゃないかなとね、期待してるんですけど、ウルトラマンと、どうやって戦うのか、プロレスなのかな、泥臭いプロレスをするのか、CG ならではのものすごいアクションを繰り広げるのか、想像が
できない。せっかくので、初代のネロンガとも比較してみたいと思います。こちらはウルトラ怪獣シリーズ大怪獣バトルの頃に発売されましたネロンガでございます。まあ、初代と新版でかなりデザインが変わっていて、まあ、なんですかね、新ネロンガの方が、クリーチャー感が増してるというか、おどろおどろしさが増してる感じがして、まあ、逆に初代の方はかっこよさもありつつも、可愛らしさ、愛らしさもあって、こちらもこちらで、やっぱり大好きではあるんですけど、この2体が並ぶっていうのが、すごい感慨深いですね。続きましては、ムービーモンスターシリーズ、新ウルトラマンガボラ、ヒレットジーバージョンでございます。ネロンガと来てガボラかと。背景が、ちょっと森っぽい感じになってまして、ガボラがヒレを閉じているといったところですかね。上面がこんな感じで、ガボラと書いてあります。ということで中身を見ていきましょう。はい、じゃじゃんと、ガボラがこちらとなります。いや、すごい存在感ですね。まあ、ガボラはね、初代の時でも結構ヒレを閉じている時の方が、その活躍シーンも多かったりとかして、新ガボラ版は、まあ、どういった活躍になるのか、すごく楽しみですね。で、一番面白かったのが、このヒレの部分がドリルのようにぐるぐる回っていたっていうところが、ちょっと特徴的なのかなと思いますね。あれやっぱ着ぐるみだとなかなか再現しにくいというか、まあ、CG ならではだなと思いましたし、そこからこうガバーってこう顔が見えるのもね、とってもかっこよかったんですけど、その顔がね、使徒みたいな感じになってて、まあ、またそのデザインもすごい良かったんですけど、顔の部分が、ドリルのようなデザインとなっております。かなりモールドが細かくて、この顔の部分は新規造形となっております。なかなか鋭利に、とわってますね。このドリルのこの感じ。生物感もありながら、ちょっとメカニカルな雰囲気も醸し出している、すごい面白いデザインですよね。改めて見ると。それ以外は、一般販売のムービーモンスターシリーズガボラと同じものですけれども、すっごい、ね、この鱗の表現とか、爪の造形とか、細かいですね。せっかくのプレミアバンダイだったら、まあ、汚し塗装とかもっと、してあったらかっこよかったのかなと思うんですけども、結構塗装はさっぱりしてるかなっていう印象はありますかね。まあ、バンダイさんのことだから、重塗装版みたいなの本当に出してきそうだな。まあいっか。まあいっか。君たれっていう感じがすごいね。この首の部分で稼働するんじゃないかな。くるくる回るんじゃないかな。背面。いや、背面のこの尻尾のうねりがかっこいい。尻尾のうねり方は、これはもうたまらんよ。このうね、ぐにゃーん。これはかっこいい。背面が銅色っぽい塗装が、施されてますね。いやー。まあなんだかやっぱ、ネロンガとガボラだね。この辺の関わりも、まあ、もちろんあるんじゃないかなって予想しちゃいますよね。尻尾の裏側までこの銅色が回ってるのはすごくいいですね。一般販売されているムービーモンスターシリーズ、新ガボラと並べてみるとこんな感じでございます。顔のガバッと開いたバージョンとヒレを閉じたバージョン、この2種類がね、手に入るっていうのはすごく嬉しいですね。今回のヒレ閉じバージョンの方が少しダークな色合いに感じますね。若干なのかな。成形色が、ヒレ閉じバージョンの方が暗く感じますかね。あとは、裏側のこの銅色の塗装なんですけれども、若干ヒレ閉じバージョンの方がトーンが抑えられてる印象がありますね。まあ、全体的に少し色合いが、一般販売品よりも落ち着いた印象がありますかね。有名な話ですけれども、バラゴン系統の怪獣ということで、ネロンガとガボラも同じスーツでその改造されて、できたっていうのがね、有名ですけれども、ある意味メタ的なお話をですね、物語としてこう盛り込んでくるんじゃないかってね、言われてますよね。例えば、まあ、ネロンガがこうガバンと、ね、進化して、ガボラが現れる。まあ、その前にはマグラ経由してほしいけどね。マグラだったり、マゴスだったり、せっかくだったらね、ちょ、経由してほしい感ありますけど、なんか、もしかしたらそうなるんじゃないかみたいなね、言われてますよね。はぁ。じゃじゃんと、初代ガボラとも並べてみたいと思います。こちらもヒレトジバージョンでございます。こちらはエクスプラス製で発売されましたウルトラ大怪獣シリーズ5000の限定品ガボラヒレトジバージョンでございます。こんな感じで新版と初代のヒレトジバージョンを並べられるっていうのが、これはもう至高、最高ですね。初代版のガボラはこんな感じでね、中の目がチラッと見えるんだよね。ここがね、面白いポイントなんですけども、新版は
何一つ中が見えないっていうところ、まあ、中の顔もね、すごく小さいですけど、中がね、何一つ見えないっていうところが、すごいちょっとある意味怖い感じがしますね。いや、両方とも結構不気味だな。怖いな。ウラン怪獣ということで、まあ、そういった設定が新版の方でも、まあ、落とし込まれているのかどうか、この辺も気になりますね。まあ、ウランみたいな話になると、割と環境問題みたいな話に持っていけそうだから、結構映画としても物語として作りやすそうな感じはしますよね。この辺もすごく気になります。はい、ということで、今回はプレミアバンダイ限定、ムービーモンスターシリーズより、ネロンガクリアバージョン、そして、ガボラ、ゲットジバージョン、こっちのご紹介いたしました。いやー、本当に早く見たい。本当に早くね、映画が見たい。特報、パート2が見たい。冬にね、つぶらやコンベンションの代わりの、つぶらやが、まあ、これから、まあ、どういったことをするのかみたいな、発表会が、あるらしいんですよ。11月なのか、12月なのか、あるらしいんですよ。そこで、シン・ウルトラマンの情報も、まあ、どうやら解禁するっぽいので、まあ、そこでね、公開日とかが、わかるんじゃないかなと、期待しております。いや、本当にね、シン・ウルトラマンね、期待してますよ。めちゃくちゃ期待しとる。楽しみです。以上、ブラキャスでした。それでは、バイバイ。